およそ3年ぶりの開催となる第17回高校生ラップ選手権。決戦の舞台は7月2日渋谷オーイースト。さらにその模様は生放送での配信が決定。審査員にはカン AKA ガミ、ヨフカルマ、マリア、レッドアイ、そして5人目の審査員にはアナーキーが参戦。超高校級 MC たちの熱き戦いに刮目せよ。さあ行こうや。苦い思いやったら十分したしな。遡ること2ヶ月前、本選へ向けたオーディションが東京大阪で計4日間にわたって行われた。3年ぶりの開催にもかかわらず、およそ800人がエントリー。そんな高校生ラッパーたちをジャッジするのはこちらの5名。限られた16の椅子を争う熾烈なオーディションが繰り広げられた。参加者の中には10回、100回、1000回と続けられた両ガチガチに緊張し手が震える高校生から、セックス、セックス、セックスしたい、10代思春期の叫びをただぶつける高校生、危ねえビートかかってよかった、ストリートだったらやってたわ、尖ったバースを放つストリート育ちの高校生まで、個性あふれる MC たちが参加した。そんなオーディションの中から今回審査員をうならせたバトルをご覧いただこう。今もまなだプッシュ、突っ込むハイグレオジクッシュ、追い抱きしてピッチがメインディッシュ、俺が火をつければみんなフィニッシュ、1から100まで積み上げ、俺が託した仲間は忘れねえ、あいつらが全員また一瞬で上げて口元札幌ウェアゴー、成長裏方の話はピエ、やることやってる俺の勝ち、知らしみ出るぜここなら東京、安易にチャレンジなお見知りおきよ、適当キックだバスケはティンバブスでも盛れ目なプットバック、ウッドラッキュでも俺もゲッターバス一発でメイクシーではゲッター、いや全員の心臓に一発打つぜ、俺の友達はサイルイスプレー、ポッケに入ってそれでいつも叩きがなんやら面倒くせえ、けど俺が一人で引きっくり返すぜ、仲間も全員売れさせる、それで終わらせるこの世のシーン、でも心臓してたらつまらないし、ビーフォーアンダークバンそいつは間違いねえ、つまりこれは少しずつ吸い込んだ貢献、少しずつたまり黒くなるのって Feel like a BES だけど BIC みたいに不動心、これはメッキじゃない B-Boy かぶるぜニエラにいぶしぎ。オーディションの場はハーレム、俺はハーレムはライブで最初に立ちたいと思ってたからちょうどよかった、政治じゃなくてマジで安心してんだ、俺は未だにティーネイジャーだけど曲げないこのぶっとく巻いた芯は、だからお前に芯は返さずない、俺が芯を変えてやる、これがショイコのバックボーン、yeah, 個人的なニュース的なものは俺ら一切関係ない、白地の取り方俺は引いた、お前に向けてトリガー、 yeah, いい感じアクションでワンツースリーイエイエイハイテクなミッションに次返し、イエイバックトゥザビーシークは欠かせない、乗り方はいいらしい、でもそんなじゃ心は揺れない、頭は触れても心に届かない、それは俺が求めたヒップホップじゃねえんだよ、俺が求めたヒップホップは心に刺さるか刺さらないかだ、他のやつとのバイブスの差を見せに来たする、やってやろうか、バイブス生身じゃ意味ねえな、だから俺はスキルのチョイス、イエー一瞬でそれをアート変える、イエースプレー落書きストリートの旅地、イエーいい感じフィニッシュは持ち込む、そうワン・ツー・スリー、イエーチェキラッチショーから始まる文化ブンバン、イエー愛を送るぜ、イエーおい天候保護テンション上昇、これなら癒してくれゴーレゴ、
これなら説明不要。レッドイットゴー、ネット依存症みたいなフローならばネットエドボン、その真っ赤な血のよう。俺ならやってる血と塵が舞う、言葉出すキリキリ前から feel、 feel いける。これなら生きるか死ぬかそんな興味がない。 Do or die、 これならやるなら今日しかねえ。 OK、 これなら DMT 見てる新天地、深海地でみんな息する。ウィスキー and a whiskey 言葉で今日新天地、イメージ危険地帯、リベンジとかじゃない。挑戦からまた何やってんのかバカだね。カロンプ聞け言葉でまた並べていくだけ、早いだけじゃくだらない。スローに乗れない、はぁ、マジでくだらない、はぁ、やり方ならはい、はぁ、いつも飛んでたい。それだけの話し方がわからないならいけ、スロー乗り込む音か急の使い方が大事だってなんせ。俺のフローで宙に舞うなよ、土曜から日曜言葉出している一層思想依存からま言葉で出す。 Let's go、 笑ったって言葉で叶わねえって、これを分からすだけ、分からすバカがしたらバカずよりも言葉でワンバス、これ食らわすだけ。ワンパン上がってる、 Let's get it、 言葉説明も不要、言葉出してるこれボルデモートバリ、僕のボーならノーマルチョー、レッコービートも最高ならこれならどこまで行くか、モノマネならノー、言葉で遊んでくオリジナルなフロー。 Yo, Oh my god、 くだらねえ言葉バカだ、マジでくだらねえ。バンスバンスバスに弾ませな、まず聞きな、聞き分けな、マイクの使い方、声が聞こえない、おいマジで意味がない、おいバイブス上げないと、マジで意味がない。さっきからマイク使い方がなってないやつだ、バカうんざりだ。 MC としてしか分け。そして4日間に及ぶオーディションを終え、本戦出場16名を選んだ審査員たちは、お客さんの前に出て実際にパフォーマンスすることによって本当にガラッと変わるやつってやっぱり絶対いると思うんで、かっこいい子とかね、面白いこと言ってるなって子がたくさんいたんで、こうスター性を持ってる人たちが何人かいて、すごい本戦が楽しみだなと思いました。面白い試合、っていうのを目指して選んだので、今回の大会が今までで一番面白くなることは、間違いないかなと思います。一体どんな高校生ラッパーが選ばれたのか。次週、熾烈なオーディションを突破した出場者16名を発表。ここからはラップ選手権を盛り上げてきた卒業生たちによるスペシャルインタビューをご覧いただこう。すげえ、それもカメラですか。オズワルドです。アーティストになりました。OK は、ツイッターで見かけて、それでやるんだっていうのは察知してた。やっぱレッコとのバトルですから、9回の1回目で第 1回戦目で当たって、1回戦目のレオクマ、そのオズワールドとの試合がもうあの瞬間全てが始まった感じっていうか、レッコは初めて、自分お互いに初めて高校生ラップ選手権のオーディションに大阪に受けた時に、オーディションのバトルで当たったんですよ。7回と8回のオーディションも大阪に受けに行ったんですけど、その2回とも落ちて、オーディション3回目で受かってて2回落ちてるんですけど、そのなんで落ちたんだよってぐらいちょっと悔しさが結構強かったんだけど、なんか裏から裏にいる時からめっちゃ気合い、なんか他のメンバーとか普通にみんなでワーワーってしてる中で、ずっと一人で机のところみたいな感じでやってたから、なんか結構怖いなと思いながら、僕以外のメンバーはなんかみんな仲良くて、僕だけもう弁当一人でちま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 食ってて居場所もないしみたいな。いざバトルしたらもうボッコボコにやられてビビるぐらい、完膚なきまでにぶちのめされて、でそのまま彼優勝してくれてみたいな、バーンって。あの時マジでレオが1回戦目じゃなかったらまた違った結果になってたんじゃないかぐらい、あの試合からいろんな歯車が動き出したっていうか、未だにそれはすごい自分の中でもでかくて、
フリースタイルといえど即興といえどちゃんと何かを持っていってないと本当に一瞬で終わっちゃうから、例えばもう言葉を準備していく人もいれば心を準備する人もいれば相手のディスどこをディスるかっていうのを準備する人もいれば、その時までにどんな気持ちでその時に仕上げていくかっていうのが実際大事になってくると思うから、すごい偉そうに言ってても MC バトルの上ではすごい大事かなと思う。高校生ラップ選手権に出ることがゴールじゃなくて、それに出てそこから自分がまた何者かになるのか、またそこから自分を進化させていって自分のやりたいこと、まあ、音楽だったら音楽を作ることだったり、なんかバトルっていうものをきっかけにステップにしてまた本当アーティストっていうかラッパーの次なるなんか目標を立てて同時進行で言うなら逆にもうなんかやっていくのってめっちゃ大事なのかなって思うし、夢高校生ラップ選手権に出場して音楽をすることを許されたじゃないけど、なんか自分でもやれる道を作れたからなかったものをつかめたって感覚だったんで、夢作りまくりでしたね。そこからもうこれ崩さないようにちっちゃい目標から大きい目標まで立ってて、それをパンパンパンってクリアしていって誘導していくみたいなイメージでやってその当時の高校生ラップがすごいそのいろんなことを教えてくれて、その時の衝撃が強すぎて本当その衝撃をまだ自分の中で超えれてねえんじゃねえかなぐらい、本当自分のカルマとしてもあの第9回をの衝撃をまだ自分で超えれてないっていう実感が結構あって、なんでそういう意味でも未だに第9回っていうのは自分にとって本当逆に登竜門になってるっていう、して飛び越えてくいくつもの夜夢ならまだ続い、マジ言ってんだよこいつも、こいつもよ語りいことばっかり言いやがってよ、クソ。悪いことしてもダサいことはすんな、それでいて輝くこの文化、天使と悪魔の居住空間から作っているこの音楽、電波とするくらいに入るぜバット、常に変わっていく感情、スタロー並みに俺は乱暴、先方だったらノーガード、耳を澄ますとかちゃんとその上で成り立つ反抗。そんな次回放送がですね、待ちきれない方に朗報です。アベマプレミアムなら次回放送がこの放送直後に見られるということで先行公開を実施します。他の方より一歩先にバズーカを楽しんでください。さあということで来週もお楽しみに、これからも皆さん一つよろしくお願いします。お願いします。さよなら。やつにつけさせろトシマン、なりたいようにやる、すべて言葉のブレブラ壊す常識、嘘みたいなサイクルから嘘みたいなサイクル、肌に短く散るより果てしなくてしぶとく生きる日々の中で形勢は逆転、選択肢はたった一つ、全力でぶつかれ。そのままにしとくの無理、チャンスを待ってたんだろこの時まで、舐めたやつにつけさせろとしまえ、爆弾落としたれ名前残したれ、飛び級で駆け上がってこいこっちまで、高校生相手勝って当たり前、ステージで見せろその名前。